私自身家庭の問題を抱えておりまして、ここ4、5年事実上婚姻関係は破綻しており、1年前からは別居を始めている状態です。仮にです、仮に一般的に不貞行為と言われるものがあったとしても、それは該当しないという知識があったものですから、不貞行為はないと一貫して主張させていただいております。今回名刺をご覧いただく方は、今井議員との不倫疑惑が浮上してしまったこの方です。それでは橋本健さんの数字を見ていきましょう。最初に天格についてですが、天格とは祖先により伝承される一族の宿命を表す部位であり、21格の場合統領運とされ、優れた指導力を発揮し確固たる信念を持った統領の家柄とされ、自己の高い理想を周囲の人たちにも望みすぎる傾向にあります。教育家、宗教家、評論家、指導者としても実力を発揮することでしょう。続いて人格についてですが、人格とは人生の中心となる壮年期の運命を表す部位であり、16格の場合、統領運とされ、いかなる今日も基地に変えてしまう最大向きの吉祥運です。先祖の徳が多く、他人に対しての情や思いやりがあるので、人望を集める存在になるでしょう。また親分肌でありながら他力本願を貫き、何でも人にやってもらおうとする人が多いのも特徴です。続いて知覚についてですが、知覚とは幼少期から青年期までの運命に強い影響を及ぼす部位であり、12格の場合不審運とされ、何をさせても器用にこなし、おしゃれで美的感覚に優れています。綺麗な瞳の持ち主が多く、人気家業や芸術には特別な才能があるでしょう。しかし本質的には孤独で、家族との縁が薄く、人に妨げられる傾向にあります。別名挫折運とも呼ばれておりますが、七転び八起きのごとく、少し淡々とトップの座を狙うハンターでもあります。続いて外角についてですが、外角とは周囲の環境に対して強く作用する部位であり、17角の場合牽引運され、人を見る目が厳しく、自分にとって好都合な人ばかり選び、自分勝手な派閥を作る人という印象を与えます。続いて双角についてですが、双角とは壮年期から晩年に向かって強く影響する部位であり、32角の場合良好運とされ、大きな希望と信念を抱いてエネルギー種に前進していきますが、その行く先には波乱が待ち構えており、いくつもの変転と不振が伴いますが、破竹の勢いで飛躍し、必ず成功する数理と言えます。最後に福運ですが、福運とは発展・成長運を促す部位であり、28画の場合波乱運とされ、天才明晰で天性の才能と知恵を兼ね備えているので、成功を収める人も多くいます。しかし本質的には精神的苦労につきまとわれ、悩みに苛まれ、家族との縁が厚く、精神物や強烈なストレスに見舞われることもあるでしょう。難治性の病気にかかったり、非業の死を連想させる出来事に数多く直面します。一難去ってまた一難という終始不安定な数字といえます。ご覧の通り、ご自身の年齢が37歳ということもありますので、人生の中心となる壮年期を司る人格の運命に強く影響されます。したがって人を見る素質が高く、人を引きつける魅力を持つ数理であることがわかります。それでは数理に隠された名式をご覧いただきましょう。赤文字に変換された部位は死を招く鬼門です。三歳配列は危険面、複合札に天地札を持っておりますので、まず最初に三歳配列の危険面について見ていきましょう。三歳配列とは五行説をもとに、
人は天と地の恵みの間に生かされているという思想です。危険名とは天地創国であり、脳裏に死が付きまとう配列とされ、心が大変移り気で何でも新しいものを求めかがる性格です。好奇心がとても強いのですが、一つのことに対しての根気がないため、ありとあらゆることに対して不幸を悟ることが多く、いつも愚痴ばかりこぼしている印象を与えます。また突発的な災害や病難に見舞われる配列とも言えます。続いて複合札について見ていきましょう。最初に天地札についてですが、天格と地格が逆同方数で一致しており、天地札は生命学において絶対に名付けてはならないとされる直下型の大鬼門です。前触れもなく突然思いがけない事態が発生します。突然仕事や授業が失敗したり、突然信頼していた人から裏切られたり、思いがけない大病を患ったり、命に関わるほど大きな災難に巻き込まれるという暗示があるのです。橋本健、鑑定の結果三才配列が危険名で、複合札には天地札があり、強烈な運気に支配されながらも、その姿は不貞行為の最大者でした。愛情診断においてお互いの人格が相乗関係にあることがわかります。橋本さんは今井さんの華やかでエネルギッシュな強さに惹かれ、今井さんは橋本さんの弱々しくも人を引きつける魅力に惹かれているのです。火は燃え尽きて土になることから、親子関係にも似た関係性であることがわかります。したがって今井さんの母性に甘える橋本さんという構図がおのずと見えてくるのです。さらにお二人が結婚した場合、今井さんが橋本姓となった瞬間から、母と子の関係性はより強化し、末永く添い遂げることも可能な間柄であることがわかります。しかし結婚後、橋本さんの好意の矢印が別の女性へと向かう暗示がありますので、不倫を繰り返しかねない数理であることが言えます。名は体を表すということわざがあるように、悪いのは全て名前です。名前で人は不幸にも幸せにもなれるのです。